魂のこもったヘディングはポストを叩き、そして迎えた後半のアディショナルタイム。誰もが目を疑ったシーン。放送席解説の佐藤雄介さんも、ピッチレベルプレーヤー解説の安永壮太郎さんも、あの決勝ゴールの後は言葉を失った。本当に誰も予想できなかった劇的な幕切れが待っていました。2対1、モンティリオ山形がプレーオフ準決勝を制しました。